江戸後期などに淡路島の漁師たちが愛したどんざと呼ばれる伝統的な服を紹介する企画展が淡路市で開かれています。江戸後期から昭和初期を中心に淡路島の漁師たちが愛した伝統的な衣服、どんざ。木綿布を重ねて作られていて防寒機能があり、仕事着や祝い着として重宝したそうです。また海での安全を願って丁寧に時間をかけて仕上げられた美しい刺繍模様、刺し子が特徴的です。会場にはどんざ23点のほか、昭和の写真や漁で使われた道具も展示、淡路島の歴史や文化に触れることができます。家事の合間に主婦の方が丹念に一針一針製作したもので、だいたい6ヶ月以上かかったと言われております。息子さんや旦那様の安全を願って一針一針愛情を込めて作られたものです。この企画展は淡路市の北壇歴史民俗資料館で来月31日まで開かれています。